あ、はい、こんにちは、ゆうすけチャンネルです。今日はですね、こちらの韓国語の教科書的なものを、紹介したいと思います。話す、聞く、書く、読む、力はバランスよく身につく、そうです。ただ僕は未だに韓国語は読めません。読めませんというか、勉強したんですけどね、1年、大学1年の時にすっかり忘れました。もう2年ぐらい経つとね、使わないんで、ね、韓国語をね。日本にいれば日本語しか使わないんですよね。大体、ですね、韓国語でこれ何ですかって、イゴムエヨらしいです。もう書いてありますね。ここ見てんのかな、まあ、ここら辺に書いてありますから。ね。わかりゃしないんですよね。だって、難しすぎんだもん。本当に。まあ、そういう愚痴はいいとして、まあ、すぐ読めるようになるみたいな感じなことは書いてあるんですが、まあ僕は無理だったという、無理だったというか、多少読めたんですよ、ちゃんと。多少読めたんですけど、まあ2年ぐらい経つとやっぱ忘れちゃうということで、やっぱ復習が大事なんですね。はい。ということで、まあ韓国語。まあ覚えたらすぐ、基本さえ覚えればすぐこう、読めていくので、まあ、頑張ってください。それしたら話せますし、まあ、韓国語の字幕なしとか、まあ、字幕ありも韓国語がついたりとかですね。かっこいいと思いますよ。韓流ドラマ見るときに、韓国語、日本語の、まあ、字幕とか、吹き替えなしとか、吹き替えだったりとか、字幕ってやっぱ日本語になるんで、ちょっと、やっぱおかしかったりするじゃないですか。まあそれはそうなんで、どこでもそうなんですけどね。韓国語に、日本語を韓国語に直訳すると多分向こうの人たちは何言ってんだろうみたいな感じになると思うんですよね。日本語。まあそれはまあ、しょうがないのかなと思うので、やっぱ学べば、まあ、伝わるのかなと。ちゃんとね。まあ、じゃあなんで韓国語なのか。まあ中国語でもいいじゃないかって言われたりするんですけど、まあ、たまたま韓国語だったと。はい。何言ってんだ俺。なんか、瞑想してきたな。まあいいや。ということで、まあ、これありますので、学習項目をスリム化して今までないシンプルな教材であって、自分で考えて練習できる内容で学習力を刺激、回答が取り外しているので、教科書に最適という風になっているので、ぜひ使ってみてください。じゃあ終わります。